こんにちは、ミントです。今年2021年の F1 は7年ぶりに日本人 F1 ドライバーが誕生し、ホンダのラストイヤーということで、いつもよりも開幕を楽しみにしている方多いのではないでしょうか。日本の F1 ファンが注目するのはやはりタイトル獲得に燃えるレッドブルホンダ、そしてアルファタウリでの角田裕毅の走り、そしてガスリーとのチーム内バトルではないでしょうか。今シーズンの F1 はメルセデスだけがドライバーが確定していませんが、その他を見るとアルファロメオとウィリアムズ以外はチームのどちらかのドライバーを変えており、見どころが満載と言ってもいいでしょう。今回はその中の一つ、マクラーレンに注目してみたいと思います。マクラーレンは2019年からポルシェの監督としてル・マン24時間レースで3連覇を成し遂げたアンドレアス・ザイドルを加入し、現場のトップとしてチーム再建に乗り出しました。マクラーレンは不振だったホンダの批判から始まり、勝てると豪語したルノーのパワーユニットに変えても全く結果には結びついておらず、チームの雰囲気も決していいものではなかったといいます。そんなチームを任されたザイドルは1年目からチームに風洞施設の重要性などを告げ、基盤から変えていこうと踏み出したのです。この年のドライバーは前年までのアロンソ、バンドーンのラインナップから一新し、ランドノリスとカルロス・サインズの2人、若手を起用しました。明るい性格のノリスのおかげもあり、チームの雰囲気はみるみるうちに良くなっていきました。シーズンが終わってみればコンストラクターズランキング4位を獲得していたんですよ。この4位という順位はメルセデス、ホンダ時代を含めた過去7年間で最もいい成績でした。2020年はサインツが2位、ノリスが3位と2人のドライバーが表彰台を獲得する活躍を見せ、なんとコンストラクターズランキングはトップ3となる3位でシーズンを終えていました。そのマクラーレンはルノーのパワーユニットでは勝てないと判断したのか、今年2021年からは現在最強を誇るメルセデスのパワーユニットにスイッチすることが確定しています。通常パワーユニットのメーカーを変えるとマシンとマッチングするまでには時間がかかるため、少なくともシーズンの前半はそれに苦労するとも言われていますが、そこはザイドルの手腕の見せどころかもしれませんね。マクラーレンは2019年のシーズン中盤にはすでにメルセデスに切り替えることを発表しており、その準備期間はたっぷりあったと思うので、急遽パワーユニットを変えた場合とはわけが違うでしょう。そのザイドルはメルセデスへのパワーユニットへの切り替えについてこう語っています。メルセデスのパワーユニットに切り替えることは間違いなく大きな課題だ。メルセデスとは極めて有意義な対話と技術的な交流が行われており、それに関しても本当に満足している。実際にテストに行かないとわからないが、現状は目標通りに進んでいる。そのマクラーレンは今シーズンから昨年までルノーに在籍していたダニエル・リカルドを獲得しました。陽気なリカルドはノリスと共に今シーズンの全チームの中で最も明るく雰囲気のいいチームにしてくれることでしょう。リカルドは現在の F1 ドライバーの中では貴重な優勝経験者でもあり、マクラーレンでも素晴らしい成績を残すことが予想されているのです。このマクラーレンの強さにはフェラーリに移籍したサインツもこのように称賛しているのです。2018年、僕らはゼロからスタートしたため周囲からは期待されず、誰も僕らを念頭には置いていなかった。マクラーレンで働き始めるとすぐに家にいるように感じられ、スタッフも信じられないほどモチベーションに溢れていた。彼らはチームを前進させたがっており、その勢いはマクラーレンでの1年目から2年目にかけても引き継がれていた。チームで3年目を迎えるノリスはこう語ります。パワーユニットの変更は少し厄介になるかもしれないが、パッケージとしてははるかに良くなるはずだし、トップに向けてさらに前進できるという自信を与えてくれる。メルセデスのパワーユニットではパワーも増し、信頼性も向上するだろう。全体的にポジティブな点がたくさんあるよ。そしてルノーから移籍を決断したリカルドもこう語っています。
ルノーからの離脱は後悔していない。僕はトップでレースをしたい。この結論に達するのは簡単なことではなかったが、その判断が正しかったのか間違いだったのかは時が経てばわかるだろう。ちなみにリカルドは2020年の F1 シーズンが開幕する前にすでにマクラーレンへの移籍を決めていたんですよ。開幕前に解雇を言い渡されたベッテルとは全く逆の立場だったということになりますね。それでは今シーズンのマクラーレンについてのネットの反応をいくつかご紹介しますね。なんとなくだけど、ルノーパワーユニット用に開発されている2020年仕様ベースのシャシーに異なるメーカーのパワーユニットを乗せ替えてすんなりうまくいくのかな。少なくともシーズン前半は苦戦しそうな気もするけれど、問題はメルセデスパワーユニットと昨年ベースのシャーシのマッチングだけですね。うまくいくと台風の目になれるかも。リカルドも加入して先の開発も期待が持てる。ノリスもベテラン。リカルドと互角以上に戦えれば先が楽しみになる。今季のマクラーレンも楽しみだ。結局2周回って元に戻った。パワーユニット変更よりザイドルがチーム代表であることの方が戦闘力アップでしょう。ジェームスキーが料理するんだからかなりの確率でいいマシーンになると期待しています。そこにリカルドが乗るからね。ワークスパワーユニットではないマクラーレンがメルセデスに迫る速さなら面白い。ルノーに乗せ替える時も順調って言ってたからな。まあ、あの時はブーリエが代表だったけど。早くなるだろうね。フェラーリに移籍したサインツは勝てないんじゃないかな。個人的には、マクラーレンがどんどん強さを取り戻してほしい。一番好きなフェラーリが悲しい現実なのがあれだが。2020年後半のパフォーマンスに、メルセデスのパワーユニットが加わると、ホンダファンにとっては正直脅威だわ。ホンダラストイヤーが果たしてどうなるのか、楽しみであり、残念であり、複雑な気分。最強のメルセデスのパワーユニットを搭載しても、ウィリアムズの例があるので、一概に速くなるとは言えませんが、現在のマクラーレンのチーム体制であれば、そのような失敗はしないのではないでしょうか。こればかりはテストが始まり、シーズンが開幕しないとその答えは出ませんが、もしマクラーレンがメルセデスのパワーユニットと完全にマッチングできたら、今年のダークフォースになることは間違いないでしょう。やはり名門のマクラーレンが速くなると F1 も盛り上がりますよね。今シーズンの新生マクラーレンに期待しましょう。それでは次回のクレアの衝撃を楽しみに。おやすみと。